はい、パラリーマンチャンネルです。今日は、豚足第2弾、よりとろとろ豚足、焼き豚足したいと思います。前回豚足やってもハマりました。で、いろんな方法を試してみて、もっと美味しく作りたいなぁと思いますので、今回はこのスーパーで買った豚足をとろとろに茹でて、そっから焼いて食べたいと思います。はい、トップフーズの、豚足、もうすでに茹でてある、そのままでも食べれるやつですけど、これをさらに茹でてトロトロにしていきます。じゃあ開けていきましょう。楽しみやわ。すげえハマったから、美味しいから、豚足、そして体にも良い。ゼラチンがいっぱい含まれているので、皆さんもぜひ試してみてくださいね。よいしょ。じゃあ見ても、もうすでにこれすっげえゼラチン質ですけどね。これを鍋に入れます。ちょっと見てみようか、なんて書いてるこれ。豚足に含まれるゼラチン成分は、人体における関節、軟骨、人体、皮膚など多くの重要部分ですよって。人間は自らこのゼラチンを作ることができません。豚足の皮と筋は全てゼラチンなので、簡単に摂取することができます。また肌をみずみずしくきれいに保つ効果があります。マジかよ。ということで、まずこの豚足独特の臭みがあるので、これをもうこういうネギの多いとこ入れますね。はい。で、次、僕は大好きなニンニク入れます。もうこれ好みですけど、ニンニクを包丁の背で潰して適当に。まあこんな感じですよね。これ潰して入れます。ちょっとこれニンニク古いのを使ってるから、この青いとこ取っときますね。取って、はい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 と入れていきます。この芽のとこちょっと外して。さあ次、生姜も臭み取りですね。これもまあ潰せばいいです。こうやって簡単でしょ。そしたらちょっと味付けしていきましょう。お酒入れましょうか。あ、とりあえず水入れようか。とりあえずひたひたに浸るまで水を入れちゃいましょう。まあこんぐらいかな。ひたひたに浸るまで、ひたひたな感じで水を入れて、ここに、酒入れます。もうこれお好みです。僕多めに入れます。2、3、4、5、5秒ぐらい入れました。で、塩ちょっとだけ振ります。焼くときやるけど、ちょっと塩風味つけてやります。塩入れます。こんな感じかな。まあこれ焼くときまたつけるから OK。 で、隠し味で醤油ちょっとだけ僕入れます。1、2、2周ぐらい。これで OK。そして辛いの好きなんで、僕ちょっと唐辛子2本ぐらい入れようかなと思います。なんか美味しい味出そうじゃない？こうやってちぎって、もう種ごと入れちゃいます。はい、これで完了。あとは煮ていくだけなので、最初は強火で、始めます。始めて強火でアク出たらアクを取って、で、アク取り終わったら、弱火にして1時間ぐらい煮込みたいと思います。じゃあグツグツしてきたんで、簡単にちょっと表面のアクを取って、その後弱火で煮込んでいきたいと思います。まあ、これちょっと一回もうスーパーのやつで茹でてあるやつだから、そんなにアク出ないんですけどね。まあ、ちょっと軽く取って、
って、そして弱火にして、こんな感じかな。これで1時間煮込みたいと思います。じゃあ、1時間、スタート。はい、できました。まあできたっていうか、1時間経ちました。ほら、こんな感じ。やばい。これ絶対プルプルや。しかもこのスープ見て、超濃厚スープ、超濃厚スープや。じゃあこのプルプルに煮込んだものを後で焼くので、1個そのまま食べようかな。ちょっと粗熱をここで取ります。そのまま食べても美味しいと思う。ほらプルプル見えるかな、このプルプルさ、プルンプルンプルン。ほんでこれ、これスープ、超濃厚スープ、これあったまるぞ。ニンニクいっぱい入ってるし、ニンニク生姜スープやから。はい、これで粗熱を取って焼いていきたいと思います。こんな感じ。プルン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 って感じです。はい、では豚足を焼いていきます。1個は定番の塩コショウで、1個は七味でいきます。こっち塩コショウ、1回塩味つけてるからもう軽くで、もうすでにうまそうなんだけど、もう骨取れそう、プルプルで。塩コショウね。でもう1個は私辛いの好きだから、七味、七味焼きします。よいしょ、よいしょ。でポン酢でつけて食べてから、食べたいかなと思ってます。よいしょ、これで焼いていこうか。よし、では焼いていきます。雨に油も引いてあります。よいしょ、よいしょ。皮目からいこうか。じゃあこれ絶対うまい、間違いないと思うで。ポン酢ハマるわ、七輪ポン酢ハマる。一回早めにやろうか。確かに火が強かったからな最初。あ、ほんまや。うわ、いい色。やっぱり乾かしといたから、あの下につかへん、焦げにくい、つかにくいわ。やばいねこれ、こう向きがいいな。黄色やで。もうできるで。できたかな。これもうできたでしょう。見てこれ。やばい。絶対うまいやつこれ。これは絶対うまいぞ。やべ、すげえいい匂いやし。うーわ、じゃあできました。これはうまい、ビールとの食べよ。うわ、見てこれ、これよこれ、七味ね、これこっち塩コショウ、ほらジュー言うてる。じゃあ早速できた、早速いただきたいと思います。はい、できました豚足、超美味しそう。
1個はこれ七味で1個は塩コショウです。でポン酢も持ってきましたのでポン酢でも食べたいと思います。いやちょっとごめん、これもういっちゃいます。プレモルの香るエール、僕大好きなやつ。よっしゃ、見てこれ、この音とこのあの絵力から合う合うね。いただきます。すいません。あ、甘い、やべえ。じゃあちょっとごめん、これ絶対うまいで。とろっとろに煮込んであるから、うわー柔らかい。やっぱり見てこの柔らかさ、プニプニ。いただきます。うまい。ほら見てこれ、この柔らかさ。ほらすぐ取れる骨も。じゃあここポン酢でいこうか。ここをこうしてこうしてつけて、いただきます。あ、合うわ。ポン酢合う。のピリ辛とポン酢最高。ちょっと塩コショウいってみようか。こっちも柔らかいで。見てこれ。ほら、ほら、ほら、この柔らかさ。ここ行こう。ここ、ここのプニプニゼラチン行きます。これほらパリパリに焼けてる。うまっ、超うまい。あ、もうこれハマるわ。激ハマりやわこれ、はっきり言って。ポン酢でもいきます。うん、めっちゃうまい、うん、うまい。柔らかい、そしてこのパリパリ香ばしい、これははっきり言って大成功、超うめえ。皆さんもぜひ試してみてください。ごめん、ビールにめっちゃ合う。もう一杯ビール。あーやばい。じゃあね、バイバーイ。これを入れていきます。これ超便利です、三つ棒。ここに全部入れ、蓋を閉めて